本当に。なんかさ、スバルさ、ちょうどさ半年ぐらい前かな、これさスバ友のさツイッターで見てさ、なんかさあーって思ったんだけど、なんかその半年ぐらい前にスバル初めて小倉優衣さんを見た時に、うわーかわいいと思ってツイッターで小倉優衣になりたいってつぶやいたのね。その時みんなはみたいな、何言ってんのはみたいな感じだったんだけど、まあでもね、ちょっとね近づいてたらいいなと思いましたちょっとね近づいてたらねいいなと思いましたね、まあ、ちなみに昨日ねダンスの先生もライブ動画見てたんだけど、その見てたんだけど、なんか結局そのなんか今日一緒にね見返してたの、先生と今日さ見返してて、でなんかなんかその結果スバルどうでしたかって聞いたのね。どうでしたか聞いたら、まあ悪くないって、悪くない悪くないって言われた時にこいつおかゆみてえだなと思ってたねいや先生にこいつが言っちゃいけないけど、なんかおかゆみてえなこと言い出したなとか思いながら見てたんだけど、悪くないけど、なんか足、なんか足が汚いって言われてだって爆発しろって言うから、花火を意識して動けって言うから、そう、なんかそのやっぱ縁を、そんで、いやこれ難しくて、そのさ、なんか足が汚いのと体が硬いって言われてひえーと、まあ、その結果ね、ダンスのレッスンに筋トレが加わってしまうという地獄の事態になった、今日マジで今日もうマジで絶望した、マジかよと思って、ダンスレッスンで筋トレするのマジかよと思ってさ、いやマジね容赦ねえんだよな。まあでもね、なんかダンスおもろくてさ、つまるそのダンスおもろくて、なんか踊るの好きなん、なんかね昨日ね実感した、やっぱ踊るの好きなんだなって思った。なんかさ最初はさ、なんかもうさ意味わからんくてさ、なんか頭いっぱいいっぱいだったけどさ、なんか最初のさライブとか2月のでも、なんかやっぱりなんか昨日やってみて、なんかすごいダンス楽しい、もうなんだっけ、最強パレパレードとかマジもうノリノリだったから、スバルあの時あれ超可愛くない、なんかドゥ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 、あれね、あそこでマジお尻飛んでったかと思うぐらいお尻振ってた。